一軍に上がったと思ったら1試合に投げただけで再び登録抹消された佐々木朗希22イコールロッテ赤いハート顔を見る赤いハートロッテ山口の6つ年上の美人妻はかつて一世を風靡した超人気アイドルグループの元メンバー虚弱体質はプロ5年目を迎えても何も変わっておらず以前からドジャースとできていると言われるだけにさすがに他のメジャー球団は愛想がつきたかと思ったら 差にあらず。むしろ評価はうなぎ登り、今オフ、ポスティングでメジャー挑戦するようなら、全3 9球団が獲得に名乗りを上げるかもしれません。とはアリーグのスカウト。ヤンキースだけではなく、近頃はパドレスも怪しい動きをしているという。前編、から続く。パドレスは阪神 OB の上園啓事さんが日本駐在のスカウトを務めていますけど、 キーマンは米国在住のあるフロント幹部でしょう。かつてはドジャースのフロント幹部でしたが、事情があって球団を追われた。ドジャースに対しては腹に一物あるはずです。時折来日しては佐々木をマークしていますし、手ぶらで米国に帰るとは思えないのです。前室の関係者。パドレスにはドジャースに対して猛烈な敵外心を燃やすだるもいる。サクオフ。 FA 史上の目玉だった大谷と山本が揃ってドジャース入りすると、自身の SNS のラジオ配信で大谷君も山本君も、もし、パドレスが契約できるなら、日本人で集まってドジャースを倒したいっていうのがあった。2人がドグンに移籍し、正直、力が抜けたと、昨年まで11年連続でプレーオフに進出している金満球団と大型契約を結んだ2人をちくりとやった。 ダルは昨年3月の WBC で佐々木にスライダーを教えている。ありがたかったです。同じスライダーでも、全く別物を投げているような感覚。横に大きく曲がるような回転で投げていますと、佐々木は感謝しきりだった。ダルは佐々木との間に個人的なパイプもある。巻き返しをキスヤンキースも、急浮上したパドレスも、それ以外の球団も、 共通するのはドジャースに対して強い憎しみがある点。金も人気も頭脳もある上昇球団が、大谷と山本だけで飽き足らず、やりたい放題で佐々木まで手に入れようとしていることに怒り心頭なのだ。今年3月、MLB、大リーグ機構、がタンパリング、事前交渉、を厳しく取り締まるため、日本のプロ球団を含む他国のプロリーグ、韓国、台湾、メキシコ、 ののチーム及び選手との関係性を解消するよう全39団に通達メジャースカウトが球場以外で選手と密会することも厳しく禁止されたそれもこれも29球団がドジャースの佐々木に対するタンパリングを疑ったことがきっかけと言われています特派員の一人29球団のドジャースに対する恨みつらみが膨れ上がり佐々木争奪戦はヒートアップ ヤンキースに加え、ここに来て同地区のライバルのパドレスもドジャースに一泡吹かせようとしている気配。パドレスには敏腕ンンフロントやダルがいるだけに、ドジャースもうかうかしてはいられないだろう。佐々木は球界内外ですっかり、巨弱体質の楽輪、を押されているが、MLB 球団はむしろプラスに評価し、よりぞっこんなのだという。一体なぜか、黒丸関連記事、前編を読む、 では、その、意外な理由、について詳しく報じている。